俺めちゃめちゃ腹立ってます。 YouTube とか TikTok って過激な暴言とか良くない言葉をコメントに書いたりしたら消されたりするんですけど、それをかいくぐってコメントしてくるちょっとおもろいコメントもあるんよね。皆さんはすごくいい方なんですけど、ほんと一部の方がブス、細いとかね、なんでお前配信してるんだとかね、おもろいよな。まあ俺はイライラするけど病んだりするようなことはないからいいんだけど、こういう人って周りの人にもこういうこと言ったり、何かを熱中して頑張ってることに対してバカにしてくるやつが多いじゃん。まずブスって言葉、人の見た目を判断してるんだけどさ、俺思うんだけど、その自分が悪口言った発言言って妬みや自分もそう思ってたりするんよな。まずさ、自分自身を好きになってから周りのこと批判しようぜ。で、細いって言ってるけどさ、これよくライブとかしてても言われることなんですけど、俺は筋トレをやってきて、筋トレがどんだけ続けることがすごくて努力をちゃんとしてきたって分かってるからさ、初心者の方でも続けてる人のことをバカにするようなことはしない。でもこういうやつって多分自分より下を見つけてけなすのを快感に思っている人なんだろうなってね。まあ結局俺が最後に言いたいのは、こういうこと言って本当に傷ついてせっかく続けてきた筋トレやめちゃう人とか、ブスって言ってさ心病んじゃう人だっているんだぜ。てめえの頭のことだけじゃなくて向こう側の人の気持ちも考えられる人間になろうぜ。